はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県元の続きをプレイしていきたいと思います。で、実は前回最後ですね、京都と戦争で一進一退という状態だったと思ったんですが、あの後だいぶ苦戦しまして、少し、タイムリープさせていただいて、奈良と戦争を終えてこれから京都と開戦しますというところに戻りました。で、奈良との戦争の状況も少し変えて、傀儡国はやめて、京都との国境、まあ、つまり奈良ですね、ここを割譲させて、ここに航空基地とあと要塞を建てています。で、同様に滋賀県との国境大津、この付近にも大規模な要塞を建てています。要塞レベルでいうと、それぞれ4、滋賀の国境は4、奈良との国境は1なんですが、これも増強予定というところと、あと対空砲も作っています。で、航空基地には大量の飛行機を配備して、いざ開戦というところからになります。では開戦していきます。結構ね、強いんですよね、この京都が。本来だったら先に福井を攻略して、もうちょっと戦線を広げて、京都がね、戦力を分散するような状況が作れれば一番良かったのかなと思うんですが、ちょっとそういう状況が作れなかったので、要塞を建てて、航空基地を増強して、対空砲も建ててという戦い方にちょっとチェンジしてみましたというところでね、進めていきたいと思ってます。とにかくね、この京都の硬さ、驚くべきものがあるんですよね。まあ、戦線が今膠着状態だとは思うんですが、要塞を建てたことによって押し込まれる心配はちょっと減るかなとは思ってるんですけど、逆にね、攻撃する部分に関しては何ら変わらないというのがあるので、少し心配なのはそこあたりですね。ちなみに制空権どうなってるか見ましょう。制空権は京都上空は5部だな。これがね、制空権が取れるようになってくるとまた変わってくるかなというところですかね。あと速攻性の高い、支援系の内容を研究で入れました。さあ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 、ちょっとどうなるか。いきなり外れちゃってるけど、ここに投入してたのは誰？そうだね、チーバくんだね。チーバくんは主力なんで、しっかり活躍してもらわないといけない。やっぱり滋賀の方が結構つらいんだよね。押し込まれちゃうんですよね、滋賀の方が。いや、もう大軍が動いてるから、おそらく京都の方も補給は回ってないんじゃないかなとは思うんですけどね。要塞立てて、対空砲立てて、もろもろ入れたので、多少戦局が改善すればいいなという思いなんですが、それがどうなるかな。結構ね、前回の続きからやった時は師団の削り合いになっちゃって、かなり厳しい状況になったんですけど、今回はちょっとそうならないように要塞を立てて、しっかり、守るべきところは守り、攻撃するところは攻撃するということで、奈良の方面からは千葉君の戦車師団、装甲師団と、あと、16個あるこちらの師団ですね、この装甲師団、この第7軍を京都方面に向けて奈良から進発するように集中配備したというのがあるので、奈良からね、京都に向けて、主に進軍するという作戦です。一方、滋賀の方はどちらかというと要塞のレベル、さっき見ていただいたようにちょっと高めに設定していて、そこで食い止めるという動きを中心に考えてます。で、奈良の方からしっかりと装甲師団、千葉君たちの師団が動いてくれれば、
タイミングを合わせて、一緒に滋賀の方からも進軍を開始するっていうのが一番いいかなというふうに今は思ってます。で、何が足りてない？タングステンとかかな。クロムだね。クロム結構貴重な資源なんですよね。誰か分けてくれる人いれば分け前をもらいたい。鳥取会いましょう。艦上戦闘機、まあ今作ってないからいいか。さて、では戦線の方戻りましょう。奈良の方、それでもやっぱりまだ苦戦だね。ちょっと細かい部分見ていきますか。味方の戦闘機33、敵の戦闘機が115、画面の上部ですね。戦闘幅120に対して、お互い120-130導入してるんで、これゴリゴリの削り合いだね。しかも戦術も同じ、攻撃攻撃というところなので一進一退だな。ジーバ君の手段が押し込んでいってくれれば、そうは言っても包囲ができるので、それが理想的な展開なんですよね。今のところジーバ君がうまく機能してくれてる。いや本当にここが硬い。奈良の隣が本当に硬いですね。ここの硬さすごいわ。戦闘幅120に対して敵味方、まあやっぱり120-130っていうところになるよね。まだ滋賀の方ね、その進軍するタイミングじゃないんですよね。ひょっとしたらもうちょっと足の速いものがいたりしてもいいかもしれないですね。それによって突き抜けるような動きができればいいかなとも今ふと思ったんですが、思いつきです。戦闘機を作っていって完全に制空権を取りに行くという動きです。ちょっと制空権の状況を見よう。よし、強度の上空戻ってるね。まあだいぶ航空機増強しましたからね。ここはで滋賀の方も、前回はねちょっと押し込まれてたかと思うんですが、まあ、押し込まれてたんですけども、そこもしっかりと防御も、まあ、要塞ですね、これでカバーできているのでよしというところですね。さてさて、では滋賀の方からも進軍する。いやー厳しいな、進軍は厳しいね。チーバ君さすがだな、突き抜けてるね。で人的資源がね画面上部出てるようにもうカツカツでどうにもならないんで、野戦病院でちょっとでもねリユースっていう言い方するとちょっと人的資源に対してどうなのっていうのがあるんですけど、戻していきましょう。で航空機作れるものあれば作る。艦上の爆撃機はいらないな。戦闘機の3って今作ってるんで、まあ、これの増強かな、まあ、今後のことを考えると。であとは今後リプレイしていく予定の現代戦車ですね、これの数はだいぶ欲しいです。というのも全ての戦車をもう今後変えていきたいので、この現代型の戦車に。ただそれに対してのクロムだっけが全然足りないね。クロム分けてくれるところあれば分けてほしいけど、長崎から大量のクロムを輸入していこう。で戦線の方は徐々に押し込んでるけど、まだ京都、滋賀の方から進出するのは厳しいかな。おっと、で一旦ここで、時間止めてじっくり作戦を練りましょう。まず戦線の方なんですが、
ちょっとうまく線が引けなかったのでもう一度やりましょう。今、3つ4つと師団が遊んじゃってる状態なんで、これをね、もったいないので解消しましょうというところからですね。ただもうごっちゃごちゃになってきてるからね。しっかり線を引いていきます。ただ師団が集中しすぎちゃっても結局補給がきついねってことになっちゃうんで、そこは本当にバランス見ながら注意しながらっていうね、微妙な舵取りが求められるかなというふうには思ってます。そしたら一部は滋賀の方からも進出を開始してみますか。まあ、あの守りの師団は残してある、要は要塞にこもるような、前線を引いたままの師団はいるので、まあ、その師団は抜かれることはないという前提のもと、余った師団で攻勢に転じましょう。で、大阪との戦争は一旦先延ばしにせざるを得ないかなというところですね。8月の何日かに、大阪とは開戦ができるという状態になるんですが、多分ね、京都との戦争が終わっていたとしても師団がかなり苦しい状態になっている可能性があるんで、そこはね見極めていきましょうねというところと、そうは言っても戦争準備はしておきたいので、国境にそれこそまた同じような形で作っていきましょう。特に奈良よりあるいは京都よりも強いという想定をしておいた方がもちろんいいと思うので、大阪はね、まあ、なんといっても大阪京都とこの関西の2大雄、しかもね経済力で言えば当然大阪の方が上ですからね。どっかで強襲上陸を受けている？そんなことはないよね。さあしっかりした準備で制空権を取り、対空砲でさらに敵の航空機を落とし、要塞にこもって敵を疲弊させた、その成果がじわじわと出てきて、なんとか京都屈服させることができそうですね。いや本当にね、あの前回はあのままプレーをしたんですけど、もうちょっとね厳しくなっちゃって、全然戦線が前に進んでいかないっていう状況だったので、まあ、やっぱり戦争する上での下準備の重要さがここでも浮き彫りになりましたね。さらにここにまたダッシュした航空基地ありますからね、こういったところもしっかりしっかり利用していきましょう。でちょっとね迷ってるのがね、12月また全然違う話になっちゃうんですけど、タイに12月に行く飛行機取ってあるんですが、その時にねおきにちゃんと約束を事前にするかしないかっていうのがちょっと迷ってるんですよね。あの10月タイ行った時はもうおきにとの、約束とか一切せずに久々にドフリーで行ったんですけど、いやそれはそれでやっぱりね楽しいんですよっていうことを考えると、やっぱりねフリーもありなんじゃないのっていうね遊び方として、でここでどうだ、うん、レジスタンスだな。レジスタンスが動いている京都でやってくれるな。そしたら一部を割きますか。でレジスタンス対策に当たろう。レジスタンスに動かれても厄介なんでね。
まあ、傀儡国にしたりするとこういうのがあるんで結構、占領地にするとこういうのがあるんで結構辛いんですよね。まあ、京都に関してはもう傀儡国にしてしまった方が良さそうだな。決着がついた後の話をしてます。さあ実感は5月22日まで進んできてるんで、8月の大阪との開戦までやっぱりちょっと間に合えないかな。で群馬も大阪としっかり国境接してるんで、ここね負けてられないかなというところですね。ちなみに戦争への貢献度を見ておくと 74% 千葉が持ってるんで、これもっともっと8割ぐらいまで持ってって傀儡国にできる範囲を広げたいですね。京都も落ちて、今は舞鶴へと首都が移ってます。で京都を傀儡国にすることができれば、だいぶ戦いが楽になるんじゃないかなというところもあるし、大阪に対しては、群馬と合わせてね、攻撃ができるので、まあ、和歌山攻撃しちゃうっていうのもありだよな。そしたらね、あの大阪の西側からも攻撃ができるっていうメリットが出てくるんで、ちょっとね大阪に対しての開戦時期っていうのは本当に見極めてやっていきたいと思います。で、京都の方は舞鶴まで進んだらさすがにね降伏してくるんじゃないかなと思うので、このまま軍を進めていきましょう。いやー、制空権とやっぱり対空砲と要塞による敵の消耗大きかったんだな。ここまで順調にいくとは思わなかったな。じゃあ、今のうちに、優先順位を上げていきましょう。はい、大阪を睨んで要塞の建設順位を上へ上へと上げていきます。で8月までにはちょっとね開戦が間に合わない。確かに2ヶ月か3ヶ月か猶予はあるはずなので、まあ10月ぐらいめどに開戦できればいいかなというのを念頭に置いておきましょうか。で航空基地はここを利用できるかな。1200機配備できるこの航空機、奈良の基地を利用しましょう。で群馬がどれくらい戦ってくれるかによりますけど、あんまり活躍されても困りますからね。帝国制千葉の京都への戦争貢献度、これ 80% に達して、奈良は、群馬は 9% いいね。これ85ぐらいまで上げたい。とにかく京都の主要な場所は、こちらが傀儡国にしてしまいたいので、そのために戦争への貢献度はぐんぐん上げていきたいですね。いやー本当に戦い方一つでここまで変わるんだなっていうのが本当に勉強になったな今回は。前回はちなみになんですが、第1軍と第3軍、第4軍は、師団数を1桁まですり減らされました。が、今回は、フルフル24で残ってますよね。画面の下、師団見ると。なので、このあたり見ても、やっぱり、作戦の立て方と、その、戦争を始める前の下準備が、本当に、うまく今回ハマったな、という感じですね。でまあ、ちょっと先の話をしておくと、大阪、ここと戦争して、まあ、もちろん勝つつもりで戦争するわけなんですが、勝ったらいよいよね北の近い宮城、秋田、山形、青森、北海道、この辺りと陣営同士の戦争、これをねやっていきたいなというふうに思ってます。そのためにもここでしっかり
味方のね勝利を確実なものにした上で、さらに京都の傀儡国化できる範囲をねできるだけ獲得するためにバリバリ舞鶴に向けて進軍していきます。はい、京都攻略完了です。そしたら傀儡国にしていきましょう。あとは単語良さ、単語単語か良さかと言われたらどっちでもいいな、正直。ただ良さの方がまだ航空基地とかがあるので、良さをもらおう、単語ではなく。さあ、みずほの国という新たな国が生まれましたね。さてさて、ではここからね、大阪との戦争に向けた準備を始めていきましょう。まだね、6月ということで期間はそれなりにはあるので、十分な準備期間は残されているかなというふうには思ってます。なのでまずは何といっても要塞ですね。さらに辺りは対空砲も作ってしっかりと待ち受けましょう、敵を。でもちろんこれに対しては優先順位を上げます。対空砲が先かと言われると正直要塞の方が先かなと思うので、ここはまた上で微調整をしていきたいなというふうに思います。ではね、ちょっと時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回大阪との戦争やっていきたいというふうに思います。おうおうおう、はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。